は亀山カイト。僕は電子機器の使えなくなったこの世界で、この8ミリフィルムカメラを通し、この世界を記録し、その正体を、真実を追求したい。ここが楽しいよ。法律もねえから、奪うも殺すもお咎めなしだ。結構気持ちいいんだよね。そんなとこ大っ嫌い。発作して。不思議してる。人が消えてから26日目。何をしてるんですか？ワン。すみません。どうしたんですか？魚が増えて、草木もどんどん茂ってる。都心から離れるほど街が植物化してる。人間が消えたからじゃないんですか？もちろんそれもそうだけど、でも植物が育つスピードがあまりにも速い。この世界に来たタイミングに個人差があったり、生物が早く腐ったり、時間の経ち方に乱れがあった。どこに？東京の外に出てみる。この世界が何なのか知りたくて。消えてから33日目。ある男性から情報を得た。世田谷の外れにコミュニティがあるらしい。奇妙な話を覚えているという人物がいるということで、このコミュニティに来ました。じゃあ案内してくれますか？こっちこっち。どんな記憶なんですか、それは。あんた、この世界に来た時のことは覚えてる？ええ、まあなんとなく。こっちこっち、こっちこっち。その女の話が結構リアルなんだよ。ここ、ここで。その間の花火の話、してやってよ。花火の話、あなたも聞きたいんですか？花火の話。私小さい頃、脳の手術で頭蓋骨にドリルで穴を開けたことがあるんです。そのせいなのか、あの日のこと私だけが全部覚えてて、空にあの花火が上がった時のこと。あの時空に花火が見えて、でもあれは実は花火が当たったぞ。フェードのキングが当たったぞ。この映像は俺が生きていた唯一の証だ。必ずこの映像を残す。